はい、どうもこんにちは、福田です。えー、今日もですね、データ検証をやっていきたいと思います。今日のテーマは、どの ETF に投資をすればいいのかっていうことで、米国高配当株 ETF を例にとってやっていきたいと思います。えー、とりあえずですね、この米国高配当株 ETF って、まあいろんな種類あるんですけれども、代表的なですね、VYM と SPYD と HDV ですね、えー、この3つを比較していきたいと思います。 で、検証期間は2015年の10月22日から2022年の12月30日で、リターンの種類なんですが、これは配当が出たら再投資をせずに受け取った場合のリターンである、配当受け取りのリターンで見ていきます。で、投資期間は1年と3年と5年ですね。この期間で見ていきたいと思います。 で、結論を言っちゃうとですね、投資期間1年の場合、これはリターンを追い求めるんであれば VYM で、で、配当をたくさん得たいよっていう方であれば SPYD で、ディスクを抑えたいよっていう方であれば HDV で、投資効率を求めるんであれば VYM という形になりました。で、3年も同様でして、リターンは VYM。 え、配当は SPYD、ディスクは HDV で、投資効率は VYM っていうふうな形なんですが、5年はですね、これですね、リターンと配当とディスクのみは同じだったんですけれども、投資効率に関しては、この5年という投資期間では HDV っていうふうな形になりました。では、なんでこの結論に達したのかを、ここから見ていきたいと思います。 はい。ではやっていきましょう。え、まずは投資期間1年間ですね。え、とりあえずサンプルサイズの確認なんですが、え、同期間比較をしたところですね、サンプルサイズ、え、これ1年間のリターンの個数なんですけども、え、これがですね、え、1561個ですね、ありました。で、ちなみにこれ1年間のリターンって、え、厳密に言うと250営業日間のリターンというふうな形になります。え、なのでサンプルサイズとしてはですね、まあ、これ、多くもなく少なくもなくっていうふうな、え、そんな形だと思います。じゃあ、え、このサンプルのうちですね、え、 確率え見ていくんですが、えこうなってまして、えだいたいえ三つとも似通ったような形ではあるんですけれども、えこの中で一番ですねえ上昇確率がえ高かったのがえ VYM で86%の確率で250営業日間では上昇していたえみたいです。で時点で h d v でまあ、ほとんど変わらなくて82%で、でえ一番えと上昇確率が低かったのがえ79%の SPYD なんですが、まあ、ただですねえ一位の VYM とそこまでえ差はないってことがえ確認できると思います。 ではですね、ここの上昇確率と逆確率で見たところで、平均リターンを見ていきたいんですけれども、こうなってまして、とりあえずこの青いバーがですね、トータルリターン、つまりはキャピタルゲインとインカムゲインを足し合わせたものですね。で、オレンジ色がキャピタルゲイン、つまりは値動きによって得られた分のリターン。で、灰色のバーがインカムゲイン、つまりは配当によって得られた分のリターン。まあ、ここではですね、1年間の平均配当利回りみたいな形で捉えていただければと思います。で、とりあえずこいつ見ていくと、 トータルリターンをとりあえず見るとですね。 え、これは VIM の方がですね、この2つの銘柄よりも、えっと、リターン、トータルリターンが高い。というか、一番トータルリターンが高いというふうな形になっているんですが、え、これキャピタルゲインとインカムゲインに分解してみるとですね、ま、これ、分解してみても、え、キャピタルゲインに関しては、え、この VIM が一番高いというふうな形になっているんですが、ただ、え、インカムゲインに関して言うとですね、え、この VIM は、え、この3銘柄の中ではですね、え、一番、えっと、低くて、で、この中でインカムゲインが一番高かったのが SPYD と、そう,いう というふうな形になっていたみたいです。えー、とりあえず、え、こっから言えるのが、え、トータルリターンを追い求めるのであれば、まあ、この VYM で、で、え、これ、え、キャピタルゲインも VYM で、で、ただ、インカムゲインを求めるんであれば、SPYD っていうふうな、そんな形になると思います。またですね、え、この、えっと、トータルリターンとか、え、キャピタルゲインとか、インカムゲインとか、え、そういうものに関して言うと、え、特に、え、このインカムゲインに関しては、まあ、そもそも、え、確定していないので、あくまでこれは参考値っていうふうなところと、 あとですね、結局、SPYD が一番インカム原因は高いんですけれども、ただ、トータルリターンに直してみたときにはですね、まあ、悪くはないんですけども、一応 VIM の方が SPYD よりもリターン自体は高かったっていうふうな、そういったことはご利用いただければと思います。じゃあ、お次にですね、リスクの大きさ、こいつを確認していくんですが、この3メーガーで比べた場合にはですね、この HDV が1年間のリターンの振れ幅の大きさ、リスクはですね、一番小さかったみたいです。 spyd はインカムゲイン一番高かったんですけども、意外とですね、リスク自体は一番、リスクも一番高かったみたいです。で、vym が中間地点というふうな形になります。で、リターンとリスクの兼ね合い見る、シャープレシオ、つまりは投資効率ですね、こいつ確認していくんですが、vym が一番リターン、シャープレシオが高くて、で、時点で hdv で、まあほとんど vym と変わらない水準となっております。で、図抜けて、シャープレシオが低いのが spyd というふうな形なので、まあそれなので、 spyd に関しては、リターンは2位で,で、ただ、リスクが一番高いから、だからここのシャープレションに関して言うと、まあこのですね、3名柄の中だったらば、一番低くなっていて、で、hdv に関して言うと、リターン自体は、この3名柄の中だったらば、一番低かったんだけれども、ただ、リスクをそれ相応に抑えられているから、だからシャープレションで見た場合には、 リターンが1位の v i m と同等の水準を達成できていたっていうふうな、そんな形になります。とりあえず、これが1年の検証でした。では、お次にですね、3年の検証をやっていきましょう。サンプルサイズは1061と、まかなり減っているっていうふうな形で、まあちょっと少ないかなっていうふうな、そんな形になります。で、上昇と下落の確率確認していくんですけれども、これちょっとですね、一番加減が75%なので、なのでちょっと見づらくはなってはいるんですけれども、 とりあえずですね、この3銘柄の中で言えば、VYM と HDV ですね、これは大体、ほぼほぼ100%に近い確率で上昇していたみたいです。ただ、SPYD がですね、まあ一応84%の確率で3年間、つまりは750営業日間では上昇していたみたいなんですけども、ただこの3銘柄の中で言えば、上昇確率自体は一番低かったみたいです。で、平均リターン確認していくんですけれども、これ3年間の平均リターンってなわけなんですが、これで見た場合にもですね、 え、VYM がトータルリターンを一番高ければ、えと、キャピタルゲインも一番高いというふうな形になっております。ただ、え、インカムゲインに関しては、相変わらず SPYE が一番高いというふうな形になっていて、で、えと、VYM に関しては、インカムゲインは一番低いというふうな、そんな形だったみたいです。で、この VYM と HDV 比べた場合にはですね、ま、ここのトータルリターン自体にはかなり差は出ているんですけども、え、キャピタルゲインカムゲイン自体はそこまで変わらない水準で、で、要は差を分けているのが、 ここのキャピタルゲインというふうなそういった形になっておりますで、SPYD に関して言うとですね、これインカムゲインは飛び抜けて高いんですけれどもただキャピタルゲインがですね、ほぼほとんどなくって要はここのトータルリターンの大半を構成しているのがインカムゲインというふうなそういったことになるのでまあそれなので値上がり利益を重視して投資するんであればまあ SPYD は選択肢としてはなしなのかなというふうに思いますで、お次にリスクの大きさこいつ比べていきましょう え、この3年間という投資期間で見た場合でも、HDV が一番リスクが低くって、で、VIM がそれより若干高くって、で、SPYD が、ま、さっきのですね、1年間よりかは差はないんですけども、ただこの3名柄の中では一番リスクが高いっていうふうな、そういった形になっていたみたいです。なので、3年間という投資期間であれば、ま、リスクを抑えたく、リスクを抑えて運用したいんであれば、ま、HDV っていうふうな選択になるのかと思います。では、シャープレシオはどうなのかっていうと、え、これですね、VIM が一番シャープレシオが高くなっていて、で2位の HDV とですね、まあさはですね、まあさっきの1年間よりか若干広がったっていうふうな形になっていて、でこの3銘柄の中であれば、まあ SPYD が一番シャープレシオが低いっていうふうな。 そんな形になっていたみたいです。とりあえずこれが3年でした。では、お次に、というか最後ですね、5年間の投資期間で見てみましょう。サンプルサイズぐっと減って561とかなり少ない風な形になります。では、上昇と下落の確率なんですけれども、これですね、3名側とも5年間、つまりは1250営業日間なわけなんですけれども、 この1250営業日間というスマンとってみると、この3名柄はいずれもですね、100%の確率で上昇していたみたいです。で、お次に平均リターンを確認していくんですけれども、ここのですね、VYM がトータルリターンもキャピタルゲインも高く。 一番高いいいとううふなななそん形にっててで、すすねイインンカムゲは一番高いいいいいとううふななそっったたた形にてみでここのですね、SPYD のキャピタルゲインとインカムゲイン部分見てみるとですね、ま、さっきの3年よるかはですね、多少マシにはなってはいるんですけども、ただ、いずれにせよ、ここの SPYD のトータルリターンのうちの大半がインカムゲインによって占められているっていうふうな、そんな形になっていて、で、HDV に関して言うと、ま、キャピタルゲインとインカムゲインの割合、 割合は半々ぐらいで、で v i m に関して言うと、え、キャピタルゲインの割合が、えっと、インカムゲインよりも高くて、え、このトータルリターンの大半はキャピタルゲインから稼ぎ出しているっていうような、え、そういった形になっていたみたいです。じゃあ、え、お次に、え、標準偏差比べていくんですけれども、まあ、右肩下がりになっているんですが、まあ、そのこと自体に意味はないんですけれども、え、とりあえず5年という投資スパンであっても、HDV が一番リスクは低くなっていて、で、え、この5年という投資スパンで見てみるとですね、え、v i m の方が、えっと、SPYD よりもですね、 リスク自体は高くなっていたみたいです。え、それなので、5年度投資スパンで見るんであれば、まあ HDV でリスクを抑えて運用するっていうふうな、そういった指向性は変わりはしないんですけれども、ただですね、この VYM と SPYD で比べた場合には、まあどっちかっていうとリスクを抑えて運用したいんであれば、まぁ SPYD っていうふうな、そういった選択になるかと思います。じゃあ、お次にシャープレシオを確認していくんですけれども、 この5年という資スパンで見た場合にはですね、まあ HDV が明らかにですね、シャープレッションが高くなっていて、で、この VIM と SPYD で比べた場合には、VIM の方が、まあ、シャープレッションは高いは高いんですけれども、ただですね、さっきの1年とか3年とか、それと比べた場合には、だいぶ SPYD との差が縮まっていて、で、なんならばですね、この SPYD は VIM とほとんどですね、同等のディスクスシャープレッションの水準を達成している。つまりはですね、リターン自体は低い んだけれども、ただそれ以上にですね、ディスクを抑えられて、それ以上にというか、それなりにリスクを抑えられているから、まだからシャープレッショで見た場合には、v i m よりかは負けはするんだけれども、ただですね、その水準というのはまあ、そこまで変わらないっていうふうな、そういった形になっていたみたいです。とりあえずこれが5年の検証で、これで動画は以上になります。 はい。というわけでご清聴ありがとうございました。え、こんな感じでやっておりまして、え、リクエスト、質問、感想をお待ちしておりますので、え、よろしければ、え、コメント欄の方に、え、書いてください。で、あとですね、え、今後の励みになりますので、え、今の動画役に立ったなとか思っていただけたら、え、高評価とチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。はい。というわけで、え、今回は以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。